列車とホームの間が今ね、岡山駅ですけどね、昨日各駅停車でね、かなりゆっくりね、岡山まで行きました。今日は逆に最速で浜松にね、帰ります。新幹線乗り継いで約2時間ちょっとでね、着く予定です。まもなくね、新幹線乗車時刻、現在11時40分、50分前ですけどね、53分ののぞみ号で行きたいと思います。はい、この53分のね、のぞみ号で隣の新神戸までね、移動します。で、新神戸からね、4分後に到着する光468号東京行き、もうすでにこの岡山駅はすでに発車している光号にね、こののぞみ号で追い越しをかけて新神戸で、そちらに飛び乗るという形ですね。まもなく列車到着します。ご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川です。のぞみ20号東京行きです。次は新神戸です。12時25分に到着です。お出口は左側です。
今ね新神戸駅に着きましたけどね、この開業当時のね古い安全策、それから最近新調されたこの新しい安全策ね、両方見られるのは今のうちかもしれません。いつ説教されてもおかしくないかもしれませんからね。
浜松に、ね、到着しました。定刻の14時6分到着です。改めまして、昨日ね姫路まで各駅停車で行きました。所要時間約8時間36分かかりましたが、今日はね岡山11時53分に出まして、浜松14時6分約2時間13分で帰ってくることができました。昨日はねのんびり時間かけて行きました。今日はほぼ最速の乗り継ぎでね帰ってくることができました。また同じようなね動画を別の路線で撮ってみたいと今も計画しておりますのでね、今回の動画はこの辺で締めたいと思います。この動画がね良かったと思う方、嬉しければ高評価お願いします。以上、ふみちゃんねるのふみちゃんでした。